トバリシティを抜けた214番道路の途中にある、送りの泉。今日はなぜかそこへの道が開けている。大丈夫ですかね、入っちゃって。まあ泉を見渡すぐらいなら大丈夫なんじゃないかな。戻りの洞窟に入ったらさすがにまずいと思うけど、まあいざとなったらポケモンたちとなんとかするよ。そういう問題で済めばいいですけど。新王地方での言い伝えは何かと怖いものが多いですが、ここの送りの泉もその中の一つであるのは間違いないでしょう。そうだよね。まあそうですね。他のシリーズと比べると結構ヘビーなものが多いんですよ。もちろんここの言い伝えもその中に入ってますけど。周りにはポケモンたちがちゃんと湧いてるね。やっぱり外なら大丈夫なんだよ。にしても他の場所とは違う。謎の雰囲気を感じるよね。ええ、そうですね。海や川で捕まえたポケモンを食べた後の骨を、きれいにして、丁寧に水の中へ送る。そうすると、ポケモンは再び肉体をつけて戻ってくるのだ。これは御代図書館にある書籍に記された内容だそうです。なんとも恐ろしい内容だな。そしてその言い伝えとされている場所が、この送りの泉とされている。あ、メガスピアだ。おそらく、さっき主さんが見てた湖が、骨を流していた場所ではないかとされています。あそこの出っ張った木の板から投げ入れるのかな？あの木の板は自然にああなったとは言えませんからね。確実に人工的に作られている。とするとそういう目的で作られたということもありえますね。そして今回は行かなかったものの、泉の奥に見えたあの洞窟。あそこは戻りの洞窟と言われる場所。そしてそこにミラティナがいるとされている。死の世界へと繋がっていると言われている。投げ入れられた骨が戻りの洞窟を介して元の姿に戻り、再び生命体として生息し始める。しかし全ての骨がそのように洗礼されるのかは、我々には到底わからないことですね。そしてここからはギラティナに関して詳しく話そうかと思います。え、まだ続くの？もうリゾート地に来ちゃってるけど。ノモセシティへのつなぎとしてですよ。まず、ギラティナの語源について。ギラティナのギラ。これはギルティから来ているとされています。そしてティナ。これは皆さん大体予想がつくのではないでしょうか。そうです。プラチナのティナから取ったものだと思われます。そしてギラティナは、反骨ポケモンという別名を持ちます。漢字表記にするとこうですね。反骨という意味は、権威、時代風潮に逆らう気骨、とされています。反骨精神なんて言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。そしてなぜこの別名が付けられたのか。これはポケモン図鑑による説明に答えが書いてあります。暴れ者ゆえ追い出されたが破れた世界と言われる場所で静かに元の世界を見ていた。神王神話に登場する。時間を操る力を持つディアルが、空間を歪める能力を持つパルキア。そのポケモンたちに逆らったことで、破れた世界に閉じ込められたのではないでしょうか。確かに、戻りの洞窟も、時間において戻るというのは現実的にはありえないし、ギラティナの象徴となる場所になってもおかしくないわけか。とまあこういう感じですね。こうやってポケモン一体一体を深く探っていくと、新たな発見があって、より面白くなってくるね。そうですね、私もまさかここまで深く掘り下げれるとは思ってませんでしたよ。というわけで6のちょっと興味深い話でした。さてここからはジムの再選をしていくよ。今回はノモセジムリーダーのマキシ。今回も水対策をバッチリしてきたよ。ヘラクロスとキノガッサが入ってますね。ヘラクロスハタネマシンガン、キノガッサハタネ爆弾、どちらも弱点をつけるからね。水タイプに弱いドンファンにはお休みさせてもらってます。ミルタンクハミをジムで自身をオンパレードしてもらいますので、現在充電中ということで。それでは再戦よろしくお願いします。最初の相手はサメ肌。攻撃は強力だけど防御面は脆い。放電でワンパンでしょう。なんとか半分切らずに済んだね。さあ順調にワンパンしております。次の相手はヌオウ。放電が通らないので交代せねば。どうしよう。ヘラクロスかキノガッサなんだけど、どっちがいいかな。耐久的にはヘラクロスの方が有利ですかね。じゃあヘラクロスにしよう。よしよし、種マシンガンをお見舞いしてやりましょう。一致技ではないにしろ耐えることはないでしょう。やっぱりな。攻撃のガッサの出番ありますかね。大丈夫大丈夫、ヘラクロスも攻撃下がったし、とりあえず交代しとくか。
電流に交代しよっかな。なんとか耐えてくれるでしょ。あ、急所は効いてない。でも安定の静電気。電流の活躍は健在。ご苦労さん。次はエムリットで行こうか。そろそろ残り2匹の伝説ポケモンが恋しくなってきてるんじゃないかな。まだゲットできるのは先になりそうですけどね。火力が微妙だ。これ3発で持っていけなさそうだな。でアクアテイルが強い。ここは交代しよっかな。やっぱりエムリット、ゴリ押していこうか。お疲れさん。ここハムクホークで行こうかな。あっちのガッサじゃないんですね。まだ温めるから。ここぞという時に出すから。さあお次の相手はフローゼル。素早さ的にはどっちが早いかな。ここもブレイブバードでゴリ押していこう。ゴリ押しでも十分通用するのがムクホークですね。圧倒的ダメージ。サールンパッパ、レベル的にこやつが切り札かな。あいにくタイプ相性はこちらが有利だけど。よっしゃ、やっぱりムクホークのブレイブバードは強いな。というわけでノモセジムの再戦も無事勝利しました。ムクホークのブレイブバードが輝いたといったところでしょうか。あれ、キノガッサは。え。ということでサファリゾーンで遊んでいきましょう。キノガッサはなかったことにするんですね。殿堂入りしてからゲットできるポケモンが増えたみたいね。レベルも結構上がってるみたい。そして今回もサファリボールを使わさせてもらいます。ボールがなくなったらその時点で終了とします。そして今回クイックボールも特別に用意してもらいました。性能はよくわかんないけどあって損はないね。早速ドラピオンがいるね。一匹は捕らえておきたいところ。ポケモンも強くなってきてるから、捕まえるのも難しくなってるのかな。それに応じてサファリボールも性能を上げてるのではないでしょうか。じゃあ30個投げて何も収穫なしってことないね。え、それは保証できないです。なんやて。おい全然捕まんないぞ。これドラピオンだけで終わっちゃうんじゃないか。揺れてはいるんだけどなぁ。あくまでもドラピオンにこだわるんですね。こりゃ息さっ厳しくなってきたなぁ。標的を変えてみる。え、普通に入るじゃんか。やりましたね。これで収穫ゼロってことはなくなりましたよ。まあこういうのを思いたりして。無事サファリゾーンを遊びきることができました。というわけで結果発表。ゲットできたポケモンはこのような感じになりました。最終的にドラピオンも入手できました。ゲットできたのはすべて新王のポケモンですね。そうだね。これから随時使っていこうと思ってるよ。リクエストが多いポケモンから採用していこうかな。ロズレイドもはしゃいでおります。さて、今回はここまでにしておこうかの。突然現れたこのポケモンは一体。このポケモンはメガエルレイド。ボスポケモンですね。なるほどな、私に勝負を挑もうとのこの子やってきたわけだな。ちょうどいい、サファリで捕まえたポケモンたちのいい相手となってくれるだろう。よっしゃ行こうぜ。レベル差が結構大きいけど、あながち無理な差ではないな。しかし所持技が壊滅的にしょぼいな。ね？ものすごい威力ですね。マスキッパは防御年がいまいち、と信じてドラピオン行こうか。おっと。いやさすがに半減ならなんとかなるでしょ。っていうか本当に何も強い技ないな。最高威力がウェザーボールかよ。うっそ、半減でもワンパンなのかよ。頼むから攻撃してくれよ、ドクロップ。マジかよ。ということでレギュラーメンバーで仇を取りに来ました。早速ムクホークが沈みました。威嚇で威力下げたのにワンパンって。エムリットならさすがに耐えれるでしょう。よしよし。インファイトで耐久力下がってるし、しっかりダメージは入るぞ。お疲れさん。さあ次。エンフェルト、アクアジェットで少しでもダメージを稼ごう。よし、結構入ってるぞ。このままゴリ押せば勝てる。勝負の鍵となるのはドンファンと電流ですね。なんとかインファイトを持ちこたえてほしい。電磁波で麻痺を狙っていこう。
そっちで麻痺すんのかい。だったらそれ読みで放電しておきたかったよ。よっしゃー。